ごしくん、ご主君、街道には敵がおりましょう。だからお願いしてるのです。抜け道は険しくても敵も手薄でしょうから、身を案じてくださるなら私に行かせてください。これなら反対される理由はないはず。正直言って軍師の計略には敬服しているが、孔明の申してきたことが気がかりなのだ。もし抜け道に敵がおったら。ご主君、私こちらに身を寄せ、ご恩を受けながら、いまだに報いず、かねてより命を捨てても報いる覚悟。もし抜け道に敵がおろうとも、この宝刀をどうして恐れましょう。これ以上おっしゃらず、どうか私に抜け道を行かせてください。いかん、やはり軍師は広い街道を行く方がよい。ご主君、お休みください。明日は宇野国に起き出撃しましょう。落城は生徒を守る要だ。もし失えば取り返しがつかぬことになる。むしろ今日こそ気を抜くことなく、しっかりと守りを固め、不測の事態に備えねばならぬ。確かにおっしゃる通りだ。劉海に一万の兵を率いて東からの攻撃に備えてもらおう。ゴランと雷道が加勢すれば、たとえ劉備が来ようとも何も恐れることはない。うん、西からの攻撃にも備えねばならんな。あ、いや、長人殿、そこまでする必要はないでしょう。西の感動は深い森の中を抜ける細くて険しい山道です。劉備や宝刀はおろか、聖戦の者でもよく知らないのですぞ。用心に越したことはない。決して敵に付け入る隙を見せてはならぬ。劉海は街道を固め、ゴランと雷道は二手に分かれ東西の門を守れ。私は三千の旧兵を率いて抜け道に備える。はっ。軍師、よくよく考えてみたのだが、やはり軍師が街道を、私が抜け道を行こう。ご命令を出されたのです。変更はできません。もう馬にお乗りください。では落城でお目にかかります。あ、おい軍師、くれぐれも気をつけて進むのだぞ。どうかご安心ください。さあ馬へ。軍師が先に乗れ。ご主君何をおっしゃいます。さあお先にどうぞ。あ、ではそうしよう。それでは落城にて。なぜそんな悪い馬に乗っているのだ。長年乗っておりますが、初めてです。うん、あ、ちょっと参れ。この白馬はな、いつも私が乗り、よく慣れているので間違いはない。軍師にやろう。これに乗りなさい。それはいけません。いただくわけには参りません。いや、険しい抜け道でまた馬が暴れたらどうするつもりだ。私はどんな馬でも乗れる。よいから軍師、言うことを聞きなさい。ご主君。さあ。ご主君。何。Thank you.
生涯忘れません。気づかぬうちに攻めましょう。本体ではない。まだ動くな。やり過ごせ。